さあ皆さんこんにちは、ノッツォでございます。ということで今回もモンスターハンターセカンド G やっていきたいと思います。はい、ということで前回はねモロブロスアッシュとの激戦でしたね。あいつのタフさに正直ビビり散らかしたんですけど、はい、ということで今回やっていくのがちょっとまああいつらよりも格上、イアンガルルがモロブロスアッシュよりも格上の存在に立ち向かっていこうかなと思います。まあそれにあたってね回復薬レートちゃんと作りました。前回ね回復薬全部なくなったのを見たら、もう今後回復薬レートは必須になってくるんじゃないのかなと思ってね作りました。蜂蜜がねそんなにないからちょっとやばいんだよね。今後ねちゃんとこれ蜂蜜集めないとやべえなという感じはしますけども、はい、ということで、今回やっていく相手なんですけども、チラ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 とね、映ってると思う。なんか結構前にも紹介したと思うんですけど、これですね。氷点下の支配者、クシャルダオラ。まあ、こいつ多分倒せないと思うわ。討伐って書いてある50分でしょ？撃退とかだったらワンチャンあるかもしんないけど、討伐になってくると多分、無理なんじゃないかなと思ってるんですよね。家帰ってきた村人、俺は見た、確かに見たんだ。視界の閉ざされた吹雪の中心、空を舞う黒い翼を、いいか、あれは人に勝てる相手じゃない、絶対に言っちゃダメだっていう。そんなやつがなんで依頼してきてんねこいつって思うよね。依頼ないよ、言っちゃダメだって言いながら依頼出してるってよ、お前。矛盾が生じてるけど。まあいいでしょう。とりあえず今回は倒せなかったら倒せなかったって感じでいきたいと思います。まあ、クシャルダウアを見に行こうみたいなね。そんなノリで行きましょう。さあ、8番ですね。まあ、そこに抜け殻があるんだよね。脱皮した、あれがね。あれ、素材取れて、フルフルベビーとかが住み着いてるっていう。うわあ、来たー、古竜。レベル4の古竜は、そりゃまあ、弱いのかもしんないんだけど、まあ、今のレベル、俺のレベルでは、まあ、強すぎると思うんだよね。かっこいい。ね、こいつ風をまとっててね、大変なんだよな、こいつな。戦っていい相手なのか？フェイントウォール投げるか。オッケー。風をまとい出したら、あれなんですよね。毒をやらないとこいつ、ダメなんよね。特に今とか。オッケー、顔に当たっていく。オッケー、顔に一発ずつ与えていくか。一応閃光玉やらなんやらと必需品というか閃光玉作りゃいいのか。混乱しててもあれだもんね、あれすんもんね。倒せてもこれ50分コースか。クシャダオラはね初めてじゃないからさ。まあなんとなく動きは分かってるわけよ。いくら濃い言うてもね、いくら古竜って言っても。そっかー、この風が何とも言えないのか。倒せるあれでもないしな。あかん、危な。これ風でこれのけぞんのやばいよね。これをなくすのが毒なんですけど、あと混乱もいけんのかな。よし、顔面 OK。 切れてる切れてる。硬いように思えたけど切れてる。なんならモノブロスたちのが硬かった。オッケー、顔面に一発ずつ与えていけば死ぬでしょう。いくらなんでも。いくらなんでも、古竜といえど、クシャルダウラといえど、顔面に切り続ければ死んでいきましょうね。タメ切りが与えられないのはあれだけど、閃光玉を使いたいところなんだけど、ね、子宮の2個しかないから。おいそれと使えないっていう話。よっと、オッケー。もう一回、オッケー。危ねえ。意外に隙があるな。意外に余裕かもしんない。風は大変だけど、カメ、あーお、はんはん、ダメージ痛い。あ、でも思ってるほどだな。モノブロスとかとそんなに変わんないような気がする。オッケー。勝って、これやばい。さすがにこれ死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。ナイス、お供ありがとう。これ向いてる方向が間違えた。危ねえ。飲むタイミングがちょっとでも遅れてたらあれ当たってたね。危ねえ。
時間かかるところな、そんな話のレベルじゃないもん。オッケー、顔面に自分犠牲に。危ない、自分の体力犠牲に一発ダメージを与えていく。これができれば一流。くっそ、こっち向くかと思ったのに。オッケー、威嚇があるね、威嚇がある、威嚇が。あかん、大丈夫、意外に離れてれば当たるな。体験、オッケー、来た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 、頭に一撃入ったから、よし、この調子で行こう。あ、怒った、あ、意外に怒んの早い、これやばい。普通に避けられる、怒ってないか。オッケー、ニャハハハ、顔切った同時にこれじゃやばいな。あかん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 、無理無理無理、グレートは飲みたくないけど、あんまり。蜂蜜か、蜂蜜採取、ツアーとかで採取しやなあかんな、これな。オッケーオッケー、さらに顔に一発出てくる。タメを入れて怒るかな。オッケー、方向は優しいね。怒ってないのか？あ？視線が。あれ？ああ、怒ったか？怒ったか？怒ったか？怒った？怒ってないよ。あ、怒った、怒った。怒った、怒った。怒ってないよ。怒った、怒った、怒った。いやー、怒ったらどうしよう。毒に刺すか。危ねえ！あと一回当てれば毒になると。よし。あれ、もう一回か。あ、毒になった。オッケー。風まといがなくなるのよ、毒になると。ほらほらほら。近寄れるようになると。毒の武器で行きたいんだしな、行きたいんだしなっていうか、毒の武器が、ね、あったら作ろうかなって言ったのは、このためなんだよな。イアンガルルガがそれを担ってくれてたら、話は違ったんだけど。こいつ顔以外硬いな。やばいやばい。あ、どっか行った。意外に行けたりすんのかな。でもモノブロスがあの体力やろ。クシャルだったらもう少し体力あるだろうしな。まあ、顔面に一発。オッケー。まだ毒状態になってくれてるから安心だけどね。あんまあ、そっち行かれるときついんですけど、当たりますか？当たんないですね。風うっとうしい。ほら。吠えるよね。どっけ。意外に顔狙いやすいな、こいつ。止まるしね。あー、温熱。こんなときに。そんなにもう経ったか。毒はまだ続いてくれてるな。この時いけるよね。いけないか。もう少し、まあもう、そのエリア、あの、エリア移動しそうな位置に構えんな、お前。古竜が。それはさすがに引きはやろ。超えるよね。よっしゃ。オッケー。あー、カゾン待て出した。毒が切れたってことやな。うーわ、もうたる。あん時でも攻撃できそうだね。こん時ね。こん時。こん時でも危ないんだよな。相手の顔の前でこう、のけぞるからさ、普通にダメージ当たるかもしんないっていう。来た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 。オッケーオッケー。さあ、顔面に叩き込むか。ため切りを。いや、羽に吸われたな。もう一回、オッケー。あれ、風まといなくなってね。いるんだからか。オッケー、いける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 かもしんない。オッケー、怒ったかな。怒ってないよ。怒ってないか。あ、いや、怒ってるやん。紛らわしいやつやな。オッケー、なくっそ。もう一歩早かったら、もう一歩早かったら当たってた。ここ、オッケー、顔面どん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 と。よしよし。顔面狙い続けよう。
それが基地となる。これ先行弾投げるか。うわあ地球品の2個が貴重な貴重な先行弾が回復がやばい。どういう状況。あ、まあ大丈夫か。なんか風まといがなくなってるからこれいけるね。もう一回あるよね。くっそい、ちょっと下がんの嫌だな。多分あのまま行けば当たる位置なんだけど、ちょっと下がるのが嫌らしい。こう最後の毒だけナイフ、何の意味もないからな。どうしよう。なんでこいつ風まとわなくなったの。俺に教えて。どこに撃ってんの風。何も見えてない相手に撃ってんですけど、こいつ。オッケー。どんだけ顔に。オッケー。首だな。突進してくる。風まといがなくなってれば全然相手できんぞ。ストレスないもん今。ストレスないもんね。オッケー。うわ、突進くる。しかもダメージそんなに痛くないっていう。あのイアンガルルガとモノブロス相手にしてるみたいな。ダメージ的にはね。怒り状態に攻撃がそんな食らってないっていうのもあるけど、勝って、あ、いた。あ、これやばい。これ音もいないからやばい。これ音もいないからやばいよ。あかんよ。お供頼む。あかん、ごめんごめん。頼む、お供。転がってないでなんとかしてくれ。雪だるま状態なんじゃこっちは。これあるやん。あ、これあるやんっていうその正体に気づいた時にはもう遅かった。うわあ、軽食軽食軽食、携帯食料携帯食料食いたい。でもダメージ与えられそう。だから与えていく。これ食っとくか。人懐っこい小竜ちゃんが俺のとこにやってくる、突進にやってくるから。オッケー、よし。オッケー、顔面に当たったな。オッケー、よし。何回これダウンすんだこいつ。小竜の特有のね、頭を狙ってればダウンするっていうあれね。ほんとよくダウンしてくれてありがとう。ようでも俺も頭に当てられてんな。 OK、 早い突進、それは仕方ない。貴重な閃光玉いつか使う。あのような無駄な行動はさせない。何それ。あかん、これ風。まださすがにね、簡易の4だしね。古竜といえどって感じよ。怖い。なに、怖っ。顔面に当たりそうなところにあるね、顔が。顔面が当たりそうなところにあるね、顔がって意味がわからん。日本語は日本語プリーズ。OK。その行動が隙があるんだよ。ちょっと、音も顔狙ってる。続いて俺も顔を狙っていくぞ。よっしゃあ。いや、もういいわ。もう顔に行けない。顔に行けないから。普通にやってく。危ね。結構顔狙ってるけどな。弱点の。そして切れ味落ちないよね。さすが技物。砥石一回も使ってないからね、まだ。まあ、そろそろ切れそうなもんだけど。もう一回ひるむ？オッケー。いやー、怒ったか。怒る？怒る？怒る？怒った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 ？でもいつぞやからか風まといがなくなったおかげでマジでやりやすくなって。三連ブレス怒っ、あー、どっか行った。あー、クソ、ペイントボールが。あ、普通にいた。普通6番と8番しか移動しないのか。いや、7番ん、何？切れんの早くね。さっき飲んだばっかなような気がするんだけど。やばい。まあこれはしゃあない。切れるんなら前行った時に切れてほしかったな。怒ってるよね。
くそ、怒ってる時のこのプレス食らっちゃいましたよ、と。ちょ、ごめんね。ごめんね、ごめんね。ちょ、一旦逃げよう、一旦逃げる、一旦逃げる。オッケー。オッケー。これはもうグレート飲もうか。投げなしのグレート。あんまり飲みたくないというグレート。ちょ、シャルダウダ戦でもケチりたいグレートなんだよな、ここは。オッケー。ケチりたいんですよ、私。風まといがなくなったおかげで、すごいやりやすいけど、その吠えんのがクシャルダウダ好きあるもんね。だからやりやすい。オッケー。もう一回顔狙うか。オッケー。顔じゃ、最大のためが顔に当たんないのが、いや、ちょっと厳しいね。首に吸われてる感じするもん。あかん。危ねえ。おナイス。痛かったやろ、爆弾。俺のお供の爆弾見た？俺のお供がコリーをひるませて感動したよね。感動物語よ。 OK、 吠える。爆弾投げ放題だね今ね。爆弾投げ放題。爆弾のダメージも痛かろうよ。なんだって俺のお供の爆弾だぜ。あー、方向転換、一旦止まる。バックステップ、これは賢すぎる。こっちに方向転換してくるかなと思ったのに。おれい、またひるませてやるよお前。顔面でね、顔面狙ってな。おい、オッケー。また顔が降りてくるよ。ひるみやすいねやっぱね、顔がね。当たったかな、当たったと思うんだけど、当たったと思うんだけどな。首は硬えな、こいつ。あがん。あがん。お供もいねえが、あかん。これ飲むか。年もないやろ。オッケー。一応グレートに設定して。多分怒るだろうなという一撃を与えたけど、怒んない。これ怒る？あ、怒んない？怒る？あ、怒んない？首か、怒る？怒んない？なんかバグった。クシャがバグってる。クシャがバグってる。同じことしかやってなかった。まあ、コリも生き物だからね。追い破壊しちゃうわ。これ当たんねえだろうな。さすがに怒るよね。怒るよね。結構やってると思うんだけどね。顔面にしかも結構入れてるし。狙いやすい顔面に。どんなもん、時間的に。でも19分か。氷やられになるとさ、ホットドリンクの効果の時間も短くなったりすんのかもな。3回飲んでんのかもな。OK。顔が傷ついてる。殴りすぎたか。でもお前、傷ついてもかっこいいよ、お前。これ反則やで。傷ついてもかっこいいの反則やで。その、イカか。急に走ってくんな。方向転換してから走ってこい。走ってくるなんて思わんやろ。OK、くっそ、足か。前足に。それそれそれ。それ、それとこれの時に、ね、頭やっぱ狙いやすいんだよね。風のブレス、打ってくれた時。よし。この時一発一発ずつね、顔を狙っていけば。いいでしょう。とい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 と、下にいれば大丈夫かい、これは。下にいればいいかい、大丈夫か。下にいれば大丈夫。こいつの下がアンチ。降りてき、あり、降りて。ま、怒りは、怒りはもうなくなったか。んなあ、はははは。ウィーシェイ。オッケー、顔にどんどん当ててく。ここか、当てたいな。当てられるチャンス到来きた。どんだけひるむんねんっていう、かわいそうになってくんね。ラッキーシェイ。お、怒りやすくなったな。これ死にかけじゃね？
死にかけ説出てきたよ。いやーもうこっち向くと思うやんお前。向いてくれこっちに。怒りやすくなったよね明らかにね。天候玉あるよ俺。一個無駄にした。飛んでる時に撃ちたいんだよな閃光玉はな。多分もう風まといてもうあの角かなんかでこいつやってたからもうあれなんだよね、出せないと思うんだよね。さあペイントボールつけるか。また移動した6番に8と6行き来する男、それがこいつ。まあ適当に切るか、前足とか。本当は顔面に一撃食らわしたいところだけど。でかっ。でかいブレスですね。閃光玉の準備はしとくか、一応。使うかわかんねえけど、投げる。くっはははは。才能なさすぎるね。クーラー、毎回ステージ変わるごとにこれ飲んでる気がすんな。いつもより寒いんじゃねえのこいつがいるから。こいつが来ると視界悪くなるしね、吹雪いて去ると吹雪やむもん。オッケー、おっかいこれ入れるか、入るかな。オッケー、ナイス、入った入った、気持ちいい。顔に当てんの気持ちいいわお前。顔が顔がとんでもない。もうまた怒る。やっぱ瀕死なんじゃないのっていう。疲れ切ってんじゃないのっていう。怒りやすくなったっていうのはそういうことじゃないの。多分そうだと思うんだけど。来た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 。いいタイミングで顔が来たから。やっちゃったよ。おらい。結構頭に入れてるよ。結構頭に入れてるから、もう。あのように言ってもおかしくないと思うんやけどな。その風は効かん俺には。またねこの時にね閃光玉投げたいんだけどね、2つとも不発で終わったから。俺は閃光玉投げる素質はないからね、今後はもう閃光玉期待しないわ。俺の腕に期待しないわ。意外にね飛んでるやつの先に投げるのって難しいからね。とかいう言い訳をさせてもらいましょうか。さあ起き上がったとこに入るかな、これ翼だったような気がするけど、の正解。飛ぶ回数が多くなってきた。地上にいたら顔面やられるからね、こいつも学ぶよ。顔面ぺちゃんこだろうし、こんなんじゃないと思う。顔面めちゃくちゃ切られて痛いだろうしね。降りてくんのや、降りてくんのやめ、降りてくんのやめる。降りてくんのはやめた方がいいよ。ほらよっと。危ねえ、風圧で済んでよかった。爆弾も食らってる。うっけ。顔面が切り放題です。顔面切り放題。オッケー、突進はしゃあない。これ来るだろうなと思ったけど切っちゃったね。交流の突進が OK。 くっそあかん。あ、ここ当たんないね、さすがに。振り払いで回転切りで顔面に当てていく。もうそろそろいいんじゃ。いや、くっそ当たんないか。この時に顔当てたいんだよな。で、ブレス打った時にも顔を当てたいし、この時チャンスだよ、と。すごいダウンしやすいね、ほんと顔。顔が弱いんだよ。毎回怒ると。これした後毎回怒る。うん。もう倒れたくないんだろう。顔面倒れはしたくないっていう。こいつの強い意志を感じる。だから顔面が弱すぎるから。そうやって吠えるからお前。え、あ、25分か。ああ、討伐か。
旅立っていくよ、クシャルダオラが。案外いけるね。たぶんこれ次来たら倒せるんじゃねえかな。傷ついた状態だと思うんだけど。わかんないけど。ああ。遅いわ。遅い。めっちゃ遅い。ほら、ゆらゆらと。見えないけど。さあ、報酬見ていきましょう。おー、結構壊したから、角もある。うわー、最高だなー。